ょっと怒ってる。怒られた。いや、命止まる可能性ある。ポップティン TV。 見失わせてあげて。ピーちゃんやっとく。今日は撮影ですか。毎日こうで。今日はメイキングをお届けします。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちょっと待ってるじゃん。今日は久々のピンクミック一緒です。あ、大げさに前に来い。もう一度。どういうこと？道伸びれば。あ、イエスマンじゃない。そういうことだよ。ちょっと怒ってる。怒られた。食べてもいいけど、撮った時にマジで事務所の人と一緒に。今日口の中に入れたものを作ってみて。ポップコーンとバウムクーヘンとマシュマロとお弁当とおにぎりとチョコレートのやつとスタバのカフェラッテとだけですよ。食べたくなっちゃうね。成長盛りです。育つ盛り。全部違う。寝てんじゃない？可愛いね。美の格言を探してるね。美の格言なんですよ。何？私は、まあ、外見の美よりも内面の美を。その通り。レイの美の格言は、あれ可愛いに我慢はつきもの。ダイエットも我慢だし、確かに我慢します。我慢って大事だって。はい、我慢できますか。そうだって買うよ。そうだって買うよ。カメラマンさんのポージング指導面白いですね。やっぱパワフルな、やっぱ元気大事なんで。今日ガーリンメだ、ガーリンメだけど。そうそうそう、思った。めっちゃ可愛いやん。かなり可愛いし。え、なんか吐きそうな顔してますよ。おぉー、まあ、ちょ、触ってただけですよ、今。え、てか誰が一番多めなんだろうね。確かに絶対レイですよ。多め対決したくない。いや、やりたい。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 それがいい。やりたいです。座んの早いな。わんこそばとか面白そう。わんこそばおもろそう。確かに。わんこそばマジでおもろそう。え、レッドソク行きたい。めっちゃわんこそばは高いから負けた方はそれ相応の罰ゲーム。罰ゲームをしてもらいますよ。そりゃそうですよ。こっちだって体張ってんだからな。そうですよ。でもラナは負けず嫌いだから多分めっちゃ食べると。レイもめっちゃ食べますよ。嘘つけ。レイめっちゃ食べますよね。あれ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 、ココちゃん乗り気なの。何ですか。何に。その大食い。ワンコは乗り気。前回寿司館を食べてどうなりましたっけ。24巻だから寿司厳しかった。あれ、カメどうしたんすか。そんな、ちょっと高一デビューとしたことで食べました。なんか一気に大人っぽくなったねと、あとお姉ちゃんにより似てるって言われました。確かに。もうセラポヨにしよう。セラポヨ。セラポヨ。なんかちょっとやだ。緊張します。緊張します。めっちゃ緊張します。465杯。専属いっぱいいるしね。女性でもですか。怖いですか。えぇ、ちょっと怖そうに。ここだけなんです。それ60。マジでいない。60ですね。優しそう。この中だったら、じゃあ逆に超優しそう。アンコロさん。ん？アンコロさんです。アンコロ、アンコロ。そんなもんじゃないでしょ。今日の専属の中で一番優しそうな先輩はっつったら。ええー。落とせ。いっ
ぱいご飯食べそうだなって思った。あ、ラナさんです、うん、早いね。それ何で聞くんですか。ワンコ勝負で負けたらちょバンジー手つないでバンジーするっていうコンビで。やだ、なんでバンジーしたの。バンジー以外なんでバンジーしたの。とりあえずもない、これ生アクセない1000万円もらえるとかない。寿命が10年伸びるとか嫌だな。これさっき MG 出してる。じゃあこの3ヶ月間は MG なしでいいですか。はい。あ、はいとぐらいの覚悟。なるか。それか一人でお化け屋敷。お化け屋敷やだ。バンジーがいい。いや、やだ。バンジーがいい。無理で、なんだっけ、戦慄迷宮。無理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 。二人でバンジーか一人ずつ戦慄迷宮か、この二つしかもちろん。そんなことない。OK って言わない。ダメ言わない。もうやだ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 。そのどっちか、どっちか。いや、一人で戦慄迷宮は命止まる可能性ある。だってあれ本当にいるんですよ。え、いますよね、本当にいますね。何？誰だ、急に。急にだけ行きたい。え、これプライベート？音？バンジー、マジで楽しい。やりたい。おかしいと思います。バンジーない？だってバンジー。はい。うんうん。そうそう、もうね、一回でね、ゴムちぎれてこぼれるとかもあるかもしれないし。え、そう、ね、俺の場合鼻で笑って違いますよ。どくない、人の外見見てさ、バンジーの紐が切れそうとかさ、よくないと思うんだよね。じゃないですよ。やっぱり自転車の最初憧れてみる。さくらさんです。さくらさんです。はい、OK、 ありがとうございます。やべえ、サコスやべえ。いやいや、嘘くさいな。挨拶もちゃんとすごい。はい、挨拶は基本ですから。あわ。最後食べちゃいなよ。片付けないとテーブルまで。わかりました。じゃあいただきます。はい。はい。最後。って感じで一人でいつもオフショ撮ってます。ポッチでー。じゃあ歩くのか。せーありがとうございます。おい、セール終わり。終わりです。おし、それまい、終わった。イエイ、おい、すごい。やべえ、ラスト。はい、オッケー。はい、イエイ。あと一個。では皆さん、メイキングはどうだったでしょうか。どうでしたか。すんごい、すんごい顔で見てらっしゃる。すごい顔で見てらっしゃる。今日はすごくラナちゃんがたくさん食べてて、すごい可愛いショットが撮れたかなと思います。ラナちゃん、はい、食べ過ぎないように気をつけてください。気をつけてください。わかりました。すごい食べたそうな感じ。だってもう食べ過ぎて唇の色がもう、え、もうない、うん、ないショックになってしまっているので、皆さん、ぜひ撮影の時は気をつけてください、はい、気をつけてください。では皆さん、バイバイ。またねー。またな。今日も動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、おすすめ動画よろしくお願いします。私の卒業まで3ヶ月間よろしくお願いしますね。バイバーイ。次の動画も見てね。バイバーイ。